著名なゴシックリバイバル建築物上、ウェストミンスター宮殿左下、学びの聖堂右下、聖ペテロパウロ教会ゴシックリバイバル建築は、18世紀後半から19世紀にかけて起こったゴシック建築の復興運動である。ネオゴシック建築とも呼ばれる。イギリスを発祥とし、18世紀後半には、フランス、ドイツに、その後イタリア、ロシア、アメリカに広がった。グリークリバイバルに代表される古典主義建築と鋭い対立を見せた。通常、ゴシック建築の伝統を無批判に墨守し、ロココ庭園において奇怪な建築を生み出した17世紀から18世紀頃のゴシックサバイバル建築とは一線を画す。19世紀のロマン主義芸術家や著述家の間でゴシック様式が再発見された。シャトーブリアンの著作、キリスト教聖髄や、ビクトル・ユーゴーの小説、ノートルダム・ド・パリ、ドイツの新古典主義建築家、シンケルの仕事にもその傾向が見られるが、イギリスではこれに先んじて18世紀半ばに、ホレス・ウォルポールがゴシック様式を取り入れた邸宅を建設している。ウィルトシャのフォントヒル・アビー1750年、ホレス・ウォルポールは、ロンドン近郊のストロベリーヒルハウスを、彼の著作、オトラント蒸気譚そのままに改築し、ゴシック建築をイギリスの田園邸宅として確立した。彼にとっては、ゴシック建築とは18世紀のロココ建築の軽薄さにはない本質的な美を与えてくれるものであったが、その着想のほとんどは実際の建築ではなく、文献や図版から得たものである。ストロベリーヒルの建設にも関わった建築家、ジェームズ・ワイアットは1796年に、建設したウィルトシャのフォントヒル・アビーにおいて細部までも緻密なゴシック建築を設計したが、この時点ではゴシック建築はまだ風景式庭園の中に存在する典型物の域を出ておらず、実質的にはゴシックサバイバルと考えられる。ゴシックリバイバルの本格的な導入は、1821年にゴシック建築の手本を表したオーガスタス・チャールズ・ピュージンも、その一人であるが、ゴシックリバイバルの展開に最も影響を与えたのは、彼の子オーガスタス・ウェルビー・ノースモア・ピュージンである。ピュージンは、中世が誠実なキリスト教の時代であり、故に、中世の建築家は、誠実な職人であり、そして中世ゴシック建築が正直な建築であると主張した。彼は建築の立面が、プランに従属しなければならないこと、建築は、社会の指標でなければならないことなどを理論的に組み立て、最終的には機能主義とピクチャレスクを結びつける働きをした。これらの主張は、対比やイングランドのキリスト教建築の復興のための弁明に収められ、教会建築学協会に認められることによって急速に広まった。1835年、彼はチャールズ・バリーと共に、イギリス国会議事堂の設計を担当し、細部にわたってデザインを追求したが、この建築は全体よく見るとパラディオ主義建築の構成であり、ゴシック的であるのは上辺の装飾に過ぎない。一方で、同時期に設計したセント・オーガスティン教会は、彼が自費を投じて完成させたものだが、アーリー・イングリッシュの構造と装飾を復活させた、非常に完成度の高い建築で、非常に影響力の大きい建築の一つとなった。ビクトリア朝の建築は、エドワード・ブラックトン・ラムやウィリアム・バターフィールドなど、個性が強く独創的な建築家が登場した。構造を直接表現するピュージンの建築が影響力を失ったわけではないが、この時代にはイタリアやスペインの中世建築に見られるような独特の混成様式が好まれた。ラムは、ゴシック建築の形態を用いた人物であるが、ピュージンやバターフィルドとは異なったスタンスであったため、教会建築学協会からは無視された。一方、ピュージンと並んで、ゴシックリバイバルに強い影響力を持っていたのは、バターフィールドである。しかし、彼は、ピュージンよりも、個性的で、また、教会建築学協会の理想とする建築をより、率直に表現した。彼の設計したオールセインツ教会やキーブルカレッジなどは色レンガを用いた石造彩色豊かだが、いささか独々しくもある。教会建築学協会とバターフィールドが好んだ、イタリア風の多彩な色は、ジョージ・エドマンド・ストリートによっても、より独創的に表現されている。ストリートは、比較的ずんぐりとした建築をデザインし、調素性が強い。また、バターフィールド以上に色彩を奔放に使っており、セントフィリップ&セントジェームズ教会堂やセントジェームズザレス教会堂は色レンガのみを混ぜ合わせて外部と内部に力強い幾何学模様を形成している。バターフィールドやストリートに代表されるようにゴシックリバイバルの建築家たちは建築の意匠には大変な関心を払った。しかし、すでに建築はビルディングタイプごとに機能分化しつつあったが、彼らはこうした建築の社会的な要求や機能面に関しては、総じて無関心であった。こうした傾向は、ウィリアム・ホワイト、サミュエル・サンダーズ・チューロン、ジョン・ラフバラ、ピアソン、ジェームズ・ブルックスそしてウィリアム・バージェスらも同様である。公共建築は、こうした機能面での要求に応えなければならない建築だが、一般的にはアンピール様式が好まれていたため、ビクトリア朝ゴシックリバイバルのデザインは、主に教会建築や田園邸宅に限られた。いくつかの、しかも印象的な公共建築がゴシックリバイバルによってデザインされているが、これらはむしろ例外と言える。ジョージ・ギルバート・スコットは彼らの中でも最も名誉を受けた人物だが、彼もまたジョン・ラスキンと同じく建築の重要な要素は装飾にあると考えており、ビルディングタイプごとの扱いについては関心を示さなかった。リチャード・ノーマン賞もまた、ゴシックのデザインを用いたが、彼はゴシックを特別品にしたわけではなく、様々な様式の混交を表現した。彼はすでに、新しい時代の要求をその時々によって表現する、軽やかさを持ち、デザインの着想を、チューダー朝の田園邸宅、オランダルネサンスなどから引き抜き、ピクチャレスクに散りばめて躍動的な意匠を創出した。彼にとってゴシックリバイバルはすでに一つの要素でしかなく、この態度が後にウィリアム・モリスの思想と相まってイギリスの近代建築の表現を獲得していく原動力となる。フランスにおいてゴシック建築はその構造に特質があると考えられており、ジャック・ジェルメンス・フロがサントジュヌビエーブ教会でその構造原理を応用したが、イギリスのようなゴシック研究には総じて関心が薄かった。1840年頃までフランスでは庭園の典型物としてしかゴシック建築の復興は見られない。その間、文学においてはイギリスのものが翻訳されるなど、ゴシック芸術に対する興味はかき立てられていたようだが、建築にまで影響を与えることは稀であった。フランスのゴシックリバイバルを決定づけるのは、二人の人物、ジャンバティスト・アントワーヌ・ラシュと、ウジェーヌ・エマニュエル・ビオレル・デュークである。両者とも、主にゴシック建築の修復に取り組み、建築家や職人の育成に取り組んだ。ラシュは、アンリ・ラブルースとの弟子であるが、他の師弟たちのように、古典主義の活動は行わず、ゴシック美術の研究を行った。1849年には、ムーランのサクレクール教会堂の設計に携わっているが、活動の多くは実際の建築よりも文献の出版によるところが大きい。実作については、イギリスの教会建築学協会に貧弱であると評されるほどである。反対に、ビオレル・デュークは建築活動も盛んに行った。彼はナポレオン3世と密接なつながりを持っていたため、ピエール本城や空市城改修のための仕事を手に入れることができ、また、これらは皇帝を魅了することにも成功した。1860年に設計したサンドニド・レストレ教会堂は、フランスにおいて影響の大きかった建物の一つである。しかし、共にゴシックリバイバルの建築家であったウィリアム・バージェスは、彼のデザインについては厳しい目を向けている。実際、建築家としての力量はあまり期待できるものではなく、彼もまた歴史的建造物委員会の建築家として、司教管区建築局の検査官として、そして教育者としての影響力の方が大きかった。彼らの師弟には、ポール・アバディ、エミール・ボエス・ビルバルド、モーリス・オーギュスタン・ガブリエル・ウラドゥ、アナトール・ボドーらがいる。ビオレル・デュクは、フランスのゴシックリバイバルに大きな足跡を残したが、彼と直接的なつながりを持たない建築家も存在する。サンポール教会堂を設計したシャルル・オーギュスト・ケステルやサンエティエンヌ教会堂などの設計者、シャルル・ビクトール・ゲラン、ギュスターブ・ゲラン兄弟、そしてジョゼフ・オーギュスト・エミール・ボードルメールといった人物である。フランスのゴシックリバイバルは歴史的建造物委員会と司教管区建築局が中心となって発展し、中世世界を公用して、ゴシックを国民的様式とすることに成功した。しかし、歴史的建造物委員会の工事計画が、市民建築総評議会に提出される取り決めがなされると、両者は激しく対立した。市民建築総評議会のメンバーは、フランスアカデミー出身の古典主義信奉者であり、ほとんどの人物は、ゴシックリバイバルに反対の立場を取った。両者は工事の許可をめぐって火花を散らしたが、フランスのゴシックリバイバル運動それ自体に大義や強力な理論があったわけではなく、やがてその活動は折衷的なものへと変化していった。イタリアへのゴシックリバイバルの到達は19世紀初頭になる。イタリアにおけるリバイバリストの主導的建築家はカミロ・ボイトである。彼はパドバの市立博物館や、しかし彼が本当に大きな影響を与えたのは教育者としてであり、適材適所に素材を選ぶなの指導は、イタリアにおいてアーツ&クラフツ運動を取り入れる素地を整えた。ありがとうございます。